現在、ガシアの森現代美術館で開催中のペインティング長谷川茂オージュン2人展に対して、本来でしたら観客を入れての提談を、行う予定でしたが、さまざまな事情で今回のような形でオンライン配信させていただくことになりました。でゲストにお迎えしているのが豊田市美術館の千葉真知子学芸員です。で当館では長谷川さんは1999年の個展、またオージュンさんは2000年の個展をはじめとして、その後もさまざまな形で美術館として、展示させていただいておりますけれども、今回の作品を拝見して、絵画のナラティブな面がより、際立った違いになってきているような感じがいたしました。でこの提談を通してそういう面が言葉の中からまたさまざまな今後の展開とかにお聞かせいただくことができたら嬉しいと思っております。で会期がですね、4月の3日までありますので、画面の質感、それから色彩の微妙さ、そういうものをぜひ皆様にリアルに拝見していただきたく、ぜひ足を運びいただけたらと思っております。じゃあ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけれども、今回トークに呼んでいただいて、タイトルがそのペインティングっていうことなんですけれども、なんか前に私、長谷川さんご自身のことをペインティングっておっしゃってたような気がしていて、私からしたら長谷川さんもですけど、王淳さんももちろんこうペインティングの名にふさわしいと思うんですが、なんかその長谷川さんご自身の名前としてのペインティングではなくて、タイトルにしたのは何かこうあるんですか？私でいいですか？もちろんもうすでに事前にペインティングっていう名前は去年 の自分のスナックしげるの時に使っていた名前ではあるんですが、今回の展覧会をこう2人で考え始めた時にタイトルは何にしようかっていうのがあって、他にも候補はあったんですけど、増やしたいのは笑顔ですっていうのがあったんですよね。ちょっと待って、増やしたいのは笑顔です笑顔です、はい、アデランスのキャッチコピーなんですけど、増やしたいのは笑顔ですか、僕がペインティングっていうのはどうですかっていう、提案をしたら、ペインティングっていうのはペインティングですよね。そうですね。でペインティングで、ペインティングを画家に一応こう置き換えると、僕はディズニーランドがディズニーランドになるみたいに、ペインティングをペインティングってずっと言ってたんですよ。実際にですか？ペインティングっていうふうに言ってたんですよ、自分で。でそれをそれは単なる発音の問題だったんですけど、ペイン天狗の方がいいなと思って、いつの頃からかちょっといつかタイトルで使いたいなっていう、もう 5年ぐらい温めてきた。そんなにですか？5年前はもう展覧会をやめていた時期だったんですけど、でもペイン天狗っていう名前は面白いなと思っていて、もう今回のその王さんの2人の展覧会には多分ぴったりなんじゃないかなと思って、提案をして。そうですね、強力な対抗馬で、そのさっき彼が話してくれた増やしたいのは笑顔ですっていう、これもすごく僕はお気に入りだったんですけど、でも本人がいつかなんか個展で自分のその展覧会の時のタイトルにしようかなと思ってたっていうんで、それはやっぱりそっちの方がいいだろうと思って、ペインティング、ようございますということで、それでいきましょうということで、増やしたいのは笑顔、ごめんなさい、増やしたいのは笑顔ですっていうのは、カツラメーカーのなんかCM のコピーなんでしょ？そうです、アデランスの。アデランスね、はい、
そういうことね。でも笑顔を増やしたいと思っていらっしゃる、いや、まあ、わけじゃないです、ね、そういうわけじゃないんですけど響きがいいのでね、あの幸せな感じで、僕らの展覧会あんま幸せな感じじゃないんで、いやいやいや、まあ、幸せな感じですか、増やしたいのは笑顔ですっていう、うん、まあそのちょっとアイロニー的なタイトルでいいかなと思ったんですけども、まあそれは自分の個展でいつか、うん、はい、やるんですけど、ペインティング、ペインティングはまあその一人でもあっても総称であっても、うん、ペインティング自体がいい、まあ、いいかなと思って、うん、あの来たなと思いました。でも面白いのはね、あの今回ちょっとまた様子も変わってきてるんだけど、もともと自分の絵にタイトル入れないじゃないですか、ずっと入れなかったね。でだけどもそのペインティングっていう言葉もそうだし、あのこんな展覧会のタイトルにしてみようかなっていう、ね、あの面白い言葉もそうだけど、最近ちょっとこう長谷川茂のなんかこう言葉っていうのが結構いろいろと、あのいろんなところで出てきたり聞こえてきたりとかして、うん、僕は結構あの楽しませてもらってるんです、うん、今回でもあの絵によってはあのタイトルが付けられてるのもいくつかあったりとかしてね、うん、そういうことも含めて面白いなと思ってるんですけどね、うん、タイトル付けるようになったのってで、なんか私がなんかその岡崎にいる時にあの企画した展覧会で、長谷川さんその時に作品新しいものを発表したくないってすごくおっしゃってたんですけど、でも私としてはなんかどうしても展覧会に出していただきたくて、でお声掛けして、まあ、出品はしてくださるってことになったんですけど、その時になんか作品にタイトル一部つけてくださったんですよね。そうなんです、うん、2013年の、その千葉さんがいらっしゃった、当時いらっしゃった岡崎市美術博物館のユーモアと飛躍っていう展覧会に出した時、出品させていただいた時に、それまでタイトルっていうのをつけてこなかったんですけども、その前にタイトルなかった作品もそこでまあ再出品、まあ、2回目とか3回目とかで出品する作品にタイトルをつけてしまったんですよね、うん、全部じゃないんですけど、うん、あの3点か4点ぐらいタイトルをつけたんですけど、そのまあ当時自分はちょうど50歳で、その50歳までタイトルっていうものを一切つけてこなかったんですよね。で、そうすると多くの人から、あ長谷川さんってもうタイトルないんですよねって言われるようになってたんですよ当時、うんうん、でないんですよねって言われると、こうなんかこう、いや、うん、つけてもいいんですけどみたいな、あのこう気持ちがこう、はい、まあ、タイトルないっていうことが何か一つなんかポリシーみたいに思われると、まあそこはそれでちょっと抵抗があるっていう感じなんですよ。そうなんですよ。でそれで、うん、当時そのダジャレみたいなタイトルを何個かつけてみたんですよ。それが結構面白くてで癖になっちゃったというか、あタイトルって別にあのなんかなんかね、なんかインザフォレストみたいな、そういうなんかちょっとクソダサいみたいなタイトルじゃなくてもいいんだみたいな思って、それでダジャレみたいなタイトルでもなんかつけときゃいいんだっていうのに初めて気がついて、それでシースケープとかそういうの嫌なんですよ、恥ずかしくて。でこうバカみたいなタイトルをつけるようになったのがきっかけで、最近はこう楽しんで、ね、いろいろつけてらっしゃいますもんね。この前 のスナックしげるの時もスナックしげるの時も、はい、でもその時に印象深かったのは、タイトルが そこではそのタイトルになってるけれども、これ別にここではこうだけれども、また別のところに行ったら違うタイトルになるかもしれないっていうふうにおっしゃっていて、うん、なんかその
なんで固定じゃない、うん、もう固有名詞化してないっていうところが、うん、結構なんか面白いところだし、意外とこう長谷川さんのインタビューするスタンスとかと何か通じるところがひょっとしてあるのかなと思って、うん、非常に面白いなと思って聞いて、うん、面白いね、それは、うん、いいんですか、うん、あそう、もうあのまああってもなくても変わってもいいっていうか、まあまあ何でもいいかなっていう感じなんですよね。だからまあ結局はあの絵を、うん、タイトル変わろうが、うん、なんか出せタイトルつけようがなかろうがダジャレだろうが、うん、絵は変わらないので、まあ、まあ結局何でもいいんだっていうことに行き着いたっていうことですよね、うん、50過ぎてそうなりましたっていう感じ。でも逆に大潤さんはその長谷川さんが言葉を使うっていうことに対して何かこう変わってきたなって思われたっていうのは何かこうありますか、うん、じゃあやっぱりあの今彼が話したようにそのある年齢まで一切その作品にタイトルをつけないっていうのはまああのずっと見てたわけで、まあドイツ時代からの あの付き合いなんでもう30年以上になるのかな。そのほとんど 半数以上もうでアンタイトルズでもないんですよね、うんうんうん、もう本当にただ何もない状態で、まあこれはでもあの美術館とかなんか困るだろうなと思いつつね、あの絵しか載せられないっていうことになって、まあ人の心配してるところじゃなかったんだけど、まあでもそういう彼があのどっかのこうタイミングでというかなんかきっかけが、まあ、今ちょっと話してくれましたけど、いや何でもいいんだよっていうことでなんかそこら辺こだわりなく作れるようになった。だけどその分なんかこう逆にものすごくこうやっぱり絵そのものにこうもっともっと こだわるようになってるんだろうなと思うし、なんかこう彼の中であるやっぱりこう計りみたいなものがあの動いてるんだろうなっていうのは、うん、勝手に想像してたんですけどね、まあ、つけるタイトルが非常に面白いんで、であえてそういうタイトルを、まああのなんて当て字のようなあのタイトルをこうつけるっていうのも、まあ、あの彼、ならではのこう言葉の感覚だと思うし、まあ、そういうものも含めて絵とともにこうあのずっと面白おかしく笑ったりあの楽しませてもらってずっと見てるんですけどね、うんうん、いいですか、うん、いやね、まあ、長い付き合いになるんで、でも大潤さんをずっと見てきたわけですよね、うん、で大潤さんはあの90年代の頃こう物語をこう書いたりとか、そうですよね、うん、あとは大潤さんは、まあ、いつもタイトルがちゃんとついていて、で非常に文学的なこうあのバックグラウンドがあったりとか、あのちょっとした面白さがあったりとか、あのいろんなタイトルがあるわけですよ。で、まあ、一番大きいのは何々図っていうような、ね、何々図っていう、あこれはいいのを撮られたなみたいなねあの古い日本の絵描きさんたちの絵で何々図みたいなのがあるじゃないですか。自分なんかはそういうそのまあ文学的に哲学的にそういうものもないわけなんですよね。で音楽はほとんど読んでないし、大潤さんはやっぱりそういうところをちゃんときちんとされてるわけですよ。こっちはもうヤクザ映画しか見てないわけで。学生映画ともう暴力映画しか見てないので学校も見てるよね。学校も見てますけどね。山の色々見てますけど、そのくだらないのしか見てないわけですよ。直さないくだらないくだらねえなと思ってたんですよ。でこっちはもう何もなし、もう本も読まなきゃ脳もなしみたいな感じで、タイトルもなしっていうふうにもう決めてたんだけども、いざああいうお笑い系のタイトルをつけると、
あ、結構面白いなと思っちゃったんですよ、うん、結構な破壊力がある時ありますよねありますよねそんなクソ真面目なタイトルとかもつけたくもないし、あのなんか記号的なタイトルもつけたくもないんで、まあもう笑っちゃうようなタイトルにした方がいいなっていうところで、まあ、僕はでもずっと大泉さんのそういうその、うん、タイトルの付け方っていうのにこう違うなと思ってたんですよ、うん、まあ、そういうことなんですね。私なんかこう今更ちょっとここの作品と全然関係なくて今更になっちゃうんですけど、工人っていう作品行く人、はいはいはい、あ、はいはい、あれって夏目漱石から、あのそうですね、漱石の後人ですね。あ、まあ、だけど結構ずっとなんでなのかなっていうのをずっと一度お聞きしたいなと思っていながら、なんか他のタイトルは何となくこう、もちろんそういろいろこう文学的要素とか、まあ、作品からあの分かることとかいろいろあると思うんですけど、なんかその中であれがなんでなのかなっていうのを結構長いことずっとお聞きしたかったんですよね。そうですね、はいはい、あの白状しますとですね、うん、あのそうなんです、持ってきたところは漱石の後人なんですけども、うん、あの彼の書いたあの小説の中の後人、あのタイトル、あれとは全然こう縁もゆかりもなくてですね、うんうん、まああのこう歩いてるっていう、こう姿にその後人っていうあの漱石のタイトルをそれだけあのひっぺがして持ってきたっていう感じで、であの長谷川さん今なんか僕のいろいろとこう読んでた本の話とかいろいろとしてくれましたけども、あのそれはもう完全に自分のなんかこう余暇で、僕他に趣味も何もないもんですから暇があるとあの本読んだりする程度のことで、そんなあれじゃないんですけど、ただ言葉がやっぱり僕は結構面白いっていうんですかね、うん、ただあの例えば漱石の後人っていうのを昔読んだことがある、で中身はもう忘れちゃってるんですけども、ほとんどあの言葉の意味っていうよりもその音として入ってきた時にこう耳にずっとこう張り付いちゃうようなずっと気になってたんです。あ、これ、あ、そうなんです、うん、あの小説の中身とは全然、うん、あの何も反映してなくて、あの絵には、うん、もう本当にあの言葉だけ、後人っていう、 こう音だけが、うん、それをもらいたいなと思って、うん、そういう絵がいくつか割とそういう付け方をするもんですから、うん、言葉の意味っていうよりも聞いた言葉のその音だとか響きだとか、割となんかだからちょっとこう無機質なっていうか、音に近いのかな、うん、あ、そうですね、なんか割とタイトルも割となんかこう記号じゃないっておっしゃってたけど、なんか記号っぽいところもなんか結構あるのかなって思う時が、だからなのかなと思うんですけどね。あの僕が記号って言ったらなんか P の134とか、ね、あ、そういう記号ですね、そういうの、うん、あ、はい、ダサいじゃないですか、うん、つけてるやつは聞けよ、ダサいんだから、うん、なんかそういうのとは違う記号性があるなと思ってって思ってあの見てました。でもなんかそのちょっと久しぶりにこう今回お話しするので、少しだけこう振り返った方がいいかなと思って、この前になんかちょっとだけテキスト読んだりしたんですけど、どんどん振り返って、でも結構こうもともとなんか割とこう言葉とかその制度とかシステムとかっていうものを割とこう疑ってるとか、そこはもう括弧に入れて考えた方がいいんじゃないのかみたいなことを、なんか大泉さんが何かで書い言ってたか書いてたかみたいな、でもそれ割と早い時期になんかそういうことをおっしゃっていて、あ、なんか多分その日本でもこう結構こう美術史の中で制度論とかいろいろ出てきて、なんか所詮美術って制度だからみたいな、あの制度論が盛り上がってきたりとかもしてたと思うんですけど、なんかそういうものに先行してるぐらいの感じで、なんか多分こう分かってらっしゃったっていうか、なんかそういうのを見かけたので、なんかそれもそういうタイトルの使い方とかに対する態度とちょっとなんかこうリンクというか、
なのかなってちょっと今お聞きしながら思って、まあ、あのまあ世に いろいろなその言論であるとか言説だとか、あその立派なあの言葉や、あまあそうい う, こう思想あるのはもちろんあの分かりますし、まあそういうものをこう読んで母という経験も少なからずあるんだけども、まあ絵を描いてるっていうか、まあこれは多分もしかしたら絵に関わらないくあるんじゃないかなと思うんだけど、なんかこう本当にまあ正直あのぶっちゃけて言うと、もう本当にこう欲望なんで絵を描きたいっていう。だけど絵を描くっていうと、じゃあどういう絵を描くのっていうところで、まあ、いろんなやっぱりこうあの自分が信ずるところであるとか、あ批評的にとか、あいろんなやっぱりこうあの考えとか意味とか、まあ、そういう、こう寄って立つところが出てくるもんで、でその中でこういろいろとこう描いたり作ったりしてることを、まあ、変換してみたりとか、あいろんなこう操作をするんだけど、そこをうんとたどってふっとこう描きたいっていう気持ちの時っていうのはやっぱりこう生っ粋なね、なんかこう暗黒なんで、うん、なんかその部分でできればやっぱり あまりこう汲み取れるような言葉とか意味とかっていうのは入る余地がきっとないと思うし、むしろ音のようなものに近いのかもしれないし、だからこう二人ともすごく具体的なものを結構書いてるんだけど、うん、おそらくあの、まあ、僕がそうだから長谷川さんもそうっていうふうには言えないかもしれないけど、あの非常に書いてる時のこう心境というか体は殺風景な感じがすると思うんですよ、うん、もうあまり人の意味であるとか、あなんかこう道筋としてそれをこう歩いていくみたいな、そういうこうリニアな歩み方ではないところで多分書いていて、だから筆がすごくこう飛躍もするだろうし、まあいろんなことが多分起きてるんだけど、やはりなんかこうまだそういう意味であるとかそういうものに汲み取られる前というか、そういうものが構築される前の非常にこう純粋に欲求というか欲望に近いところで、ただ目だけがそれをこう見ているっていう、多分その目が見てる状態というのは多分異様な時間を長谷川さんのこう絵を見てると感じるんで、そういうものにね、あなたの心身がちゃんとこう耐えながらあの絵と向かい合ってんだなと思うんですけど、まあ僕もあのそうありたいなというふうに思ってはいるんですけどね。おかしいんだな、くすぐったくすぐったいんだろというふうに言われて違う、そう思ってるんですけどね。もう本当にでもすごくこう描いてらっしゃるって思うので、なんかでもこのペインティングの今回のテキストにも、なんかこう散歩に連れて、絵が散歩に連れてってくれるようにっていうことが書いてあった、はい、うん、自分と絵をっていうのは自分と犬っていう感じに当てはめて文章を書いてるんですね。で、まあ、絵が自分が描いてるんだけども、自分がその絵を引っ張り続けるっていうよりも、絵に行ってもらいながら自分がこうついていくみたいな、そのまあ本当比喩だからよくわからないんですけども、自分もでもあれなんでこんな絵描いちゃったんだろうっていう瞬間っていうのがいっぱいあるんですよね。でなんでこんな絵を描いちゃったのか分かんないけど描いちゃったっていう、うんうん、その方が後で見た時に面白い絵ができていることの方が多いので、うん、なるべくその描くんですけど、まあ絵の方に歩いてもらえるような、うん、絵が引っ張ってっていうか、そう散歩に連れられていくというか、そう自分はああ、うん、ああ描いちゃったみたいな、
状態になるようにいつもそういうこう心境を作るんですよ。で心境を作るんだけど、まあ、そうはうまくはいつも言ってくれなくて、自分で描いちゃってるなっていう時が結構多いんですけど、自分で描いちゃってるような絵っていうのは本当に面白くないんですよね。まあ、世にいっぱいある絵みんなほとんどそうなんですけどほとんどつまんないんですけど、その絵が行っちゃってくれてるなっていう絵っていうのに出会った時はやっぱすごい面白いわけです。それは自分の絵もそうだし人の絵もそうなんですけど、あ、これは絵が行っちゃってるなっていうのが、まあ、見える時があるんですよね。それをなんとかこう日々求めるんですけど、なかなか、なんかクレー、パウル・クレー、クレーもなんかこう線のこと、まあ、それは絵というよりは線、ドローイングというか線のことですけど、それをなんかこう決まったこう決まりきった線というか、こういうふうに描けばいいという線じゃなくて、もう一つの線として、こう線が散歩に出てくれる線ということを言っていて、でもなんかクレーだな、なんかそれってやっぱり制作する人は少なからずやっぱりなんかそういう経験の中にこう置きたい、身を置くことの必要性というか、っていうことをこう共通してやっぱり思うものなのかなとはちょっとお聞きして思ったりもしましたし、でもなんかその線、これは散歩に行っちゃってるなっていうのは、でもそれが認識できるかどうかっていうのは、数見て自分がそれが判断できるかどうかっていうのもあると思うんですよね。うん、まあすごくたくさん見てらっしゃるから、もうお二人とももちろん100発100中じゃないですよ、うん、でもやっぱり名を残しているような立派な絵描きさんたちとか、はそういうのがやっぱちゃんとあるし、まあやっぱり身近なそのね、よく東京で見るような展覧会では そんなのはほぼないですよ、うん、もう見たこともないとかまあまあ、全然ないとは言わない、ちょびっとしかないって言っておきますけど、ちょびっとしかないっていうか、これだね、え、このぐらい、これぐらいしかないってことですよね。そう思いませんか細かい、いや、まあこういう時って、僕にカメラ振ると複雑な顔してるんで面白いと思いますよ。いや、自分も含めてそれはいつもこう自戒を込めて思ってますよ、うん、老快な言い方だけどでも決してやっぱりそうなんですよ、うん、自分の絵の中でよく長谷川さんと話をするんだけど、これだけそれぞれまあ、結構お互いに絵の数は多い方だと思うんだけど、打率はそんなにね、やっぱり高くないんですよね、うんうん、だから僕は野球はあんまりよく分かんないんだけど、長谷川さんよく野球の打率で話をしてくれるんだけど、3割っていうのはやっぱりすごいんだよっていう、10本のうち3本ってことでしょ。3割はまあね、ヒットを入れればまあ3割だけど、うん、ホームランでいったら0割うん、一部とかそれぐらいだと思うんですね。本当そうだよ、ね、100枚に1枚とか、うん、これだけ書いててもやっぱりそうだよね、まあこうやって展示ができるぐらいのレベル、ヒットぐらいだったらまあ2割から3割の間ぐらいは打てるのかもしれないですけど、でも7割5分はポイしちゃってますし、まあ潰しちゃってますから、それはまあ出てくることはないわけですよね。こうやって出てきてるのはヒットのヒット以上じゃないと展示はできないと思ってるんで、まあね、4枚のうち3枚はぽいか潰されちゃうわけです。まあ大体そんなぐらいなんだと思いますよね。犬に行ってもらおうと思ってこう犬についていったらクソみたいなところに連れて行かれる場合だってあるわけですから、そうですおめえのクソ場じゃねえかみたいなねと
いところに連れてかれちゃって、ああくせえなって帰ってこなきゃいけないっていうこともあるわけで、まあいいところにどう連れてってくれないんですよね。あとまあその書けば書くほどやっぱりこう型になっていくというか、そういう問題ってどうしても出てくると思うんです、はい、うん、こう器用さだったり、なんかこう自分のこうスタイルみたい、スタイルっていうとちょっと簡単すぎるんだけど、もうなんか手癖じゃないけど、割となんかそういうものってどうしてもできてくると思うんですけど、うん、なんか そこに対してはこう一生懸命こう距離を取ろうというふうにこういつもされてきてるなとは思うんですね。一方でなんかこう同じモチーフを結構あのお二人ともですけど、割とこう同じようなモチーフを使って書いてらっしゃるとかしてると思うんですけど、はい、やっぱりなんかその中でこうすごく違いが出てきてるし、なんかモチーフの問題じゃないっていうのはなんか見ていてとても思うので、なんか まさにそれがさっきなんかそのスタイルにならなんかこうなんかさっきおっしゃってたような気がするんですけど、こう型にならないっていうか 型にならないようにしてるみたいなことをさっきおっしゃってたような気がして、だからなんかむしろなんかそうならないための努力をなんかこうすごいなさってるのかなとか思うんですけどね。そうあの見えていただいてたら非常にあの嬉しいなと思うんです。あのおっしゃられたようにあの同じモチーフをこう繰り返しあの描いてると、あのこれが好きなんですねとか、飛行機が好きなんですねとか、何か好きなんですねって、あのどういうこうあの体験があるんですかとか聞かれることはあるんだけど、あのまあモチーフはあの、まあ、自分も含めて身の回りにこう5万とあるんで、ある意味何でもいいんですけども、あのそれを使ってこうただひたすらこう何か絵を描くっていうことの一つの何て言うんですかね、まあ、そのだからモチーフだと思うんですけど、それは。そんなにたくさんこういろんな種類はなくてもいいだろうと思うんですね。ただ繰り返しあのいちいち探してたらこう探すことに非常にこう面白くなってきたり、いろんなそのバリエーションをやっぱり作ろうとするし、そうではなくてもうある意味こう見慣れて書き慣れたものでいいので、触り慣れたものでいいので、ただそれをこうじゃあ書きますって言った時に、なんかこうちゃんと始められるかっていう、その時に見慣れたものなんだけど、それをちゃんとこうあの始められるかっていう、そのためのこう一つの実験のようなものだと思うんですけど、それをただ繰り返すっていう、あんまりだからそのモチーフに何か込めているとか、そういうのは ほとんどないですよね。ないですね。それはそのモチーフにの意味ばっかり言おうとする人たちっていっぱいいるじゃないですか、絵描きさんでね。で、最後は急にあの描くことは祈りですみたいなことを言っちゃうような人たちね。でそういうなんかあの顔を映すというかさあのいやそんなの意味なんか関係ねえじゃんっていう話なんですよ。別に俺はナスでもキュウリでもあのトウモロコシでもごぼうでも何でもいいんですよ。たまたままあもうキュウリいっぱい買えたからキュウリ買えときましたけど、ごぼうに変えてもいいんですよ。あのね、なんかリンクやもうこれなんだか分かんないけど、なんか丸いもんがあったらなんか丸いもんで何でもいいんですけど、その意味なんか何へったくれも何にもないんですよね。ただこうなっちゃったっていうだけで、あのそういうものそういう物語みたいなものばっかりの、特に日本はそんなのばっかりじゃないですか。もう腹立つ、もう名前も言いたくてうずうずするけどちょっとやめとくけど、もうそんなのばっかりでつまんない、もうそういうことじゃないんですよ、絵を描くっていうことは。まあなんかこう大中さんの顔があのあれ増やしたいのは笑顔です、笑顔です、はい、で全然自分たちとは違いますよねって最初におっしゃったけれども、
なんか今回の展示とか見てもですね、いやなんかこういやすごい、いや王さんもだし長谷川さん、私特になんかその昔展示させていただいたこともあるからなんだけど、うん、なんかこうどんどん色がフレッシュになっていって、こうそのなんその赤あ軽どんどんこう明るく若くなって若くなっていくっていう言い方は適切かどうかわかんないんですけど、でもかなりなんかこう内側からこう発光してるみたいな、すごい、うん、で王さんの今回のその絵もなんか拝見した時にちょっとあっと思ったんですけど、あなんかそういう描き方の本当にこう変化転換し進化っていうとちょっと違うんだけどっていうのはなんかすごい実はあるなっていうのがありますよね。この絵について語っていただいた方がいいんですかね。なんかこうなんか首がコロンってなって、なんか急に具体的な話になっちゃいますけど、その首がコロンってなってちょっと結構不思議な切り通し、ね、下流星のそうですそうです、三宮橋のところから歩いてすぐのところにあるあの坂道なんですけど、あのたまたまあの世話になってる方があのそこその三宮橋にあの引っ越されて、それでご挨拶に、行ったんですね。でまあ行ったら 駅からこう駅まで迎えに来てくれて、一緒にそのお住まいのマンションまでこうあの連れてってもらってる途中に、ちょうどこの坂道のところにこう来て、お前さんこれあの見たことあるかって言うから、いや見たことないの、僕はここあの駅降りるのも初めてですよって言ったら、いや絶対見てるって言うから、えって言うから、偶然なの、ね、でいやそんな間違いないですよ、僕は三宮橋は降りるの初めてですからって言ったら、いやいやあのこの坂はお前さん何度も多分見てるはずだって言うから、お前だけじゃなくてみんな結構見てるはずだって言うから、えって言ったら、あの切り通しのある風景だよって言うから、あっと思って、えあの流星のですかって言ったら、そうだよと、それがここだって言うんですね。でこのすぐその下の方になんかあの暗渠みたいになって、ちょっとこう下水みたいなのが流れてて、そこはあの春の小川がさらさら行くような、あの歌が作られたこの歌詞もあるんですけどね、なんかそういうのがギュッと集まった場所だった、うん、それで、ああここだったんですねって言って、まあもう今はすっかりねあれから100年以上経ってるんで、あの当時の面影も何もなくて、もう周りにこうマンションが建ったり駐車場があったりとかっていう感じの、ただあの その前にこうあの一つ絵を描くあの予定があって、それで、あのモデルさんを頼んで、その人 その全身像を描こうと思ってて、で最初は室内で、以前に一度あのその方を描いたことがあるんですけども、あれかなんか階段降りるラフみたいな、あれは違いますね、あれはあのうん、あれはあのなんだっけな、あれはまた別なところからあの持ってきてるんですけどね、あのこう布団にかぶって顔だけ出してる女性がいるんですけど、何年か前に描いたんですけど、その方をもう一度あのモデルさんにお願いして、その人の身長が僕より高いんですよ、1メートル80以上ある方でね、あの大林元大林元子よりちょっと低いかもしれない、ちょっと低い、ね、の見事なあのスタイルの人でねそれであのもうその人の一度全身像、前はちょっと全身像結局描けなくて、顔だけしかやっぱり描けなかったんですよ、で布団でこうかぶしちゃってでかい人の意味ないじゃん、そうなのよ、いつもやろうと思ってることがこうやり始めた途端に話が変わってきたっていうこうなる予定ではなかったんだ。いやだからこの細長い 僕にしては初めてのようなこういうフォーマットでね用意したんですよ。これだったら全身入るなと、ほとんど等身でいるよと。
それでそういうふうに思っていた時にこの近くに行って、あ、ここに立ってもらおうかと思って、それで次の機会にあのモデルさんに来てもらって、あのここに立ってもらいましたね。それでスケッチしたり、ここで全身が入る予定だった、予定だったんですよ。だからちゃんと歩いてきてもらったりとか、何枚かこうあの写真撮ったりとかしたんですけどね。そうなんですよ。それがどうして、でそれがね、やはりこうあのさっきの長谷川さんの話じゃないですけども、あのこっちの都合ではここにちゃんと入ってもらう予定だったんですけど、書き始めた途端にどんどん絵の方が先にね、こうあの勝手にこうそれこそ散歩の途中の犬じゃないですけど、こう行っちゃうもんですから、それに惹かれるように、でだから何度もこう消し直して、書いては消して、最初は入れたんですけど、何回トライしてもね、やっぱりダメなんですね。ほんでしょうがないから、でじゃあしょうがない、もうその切り通しのその坂道だけ書いて、これじゃ終われないよなと思って、やっぱりちゃんとどっかにモデルさん対象なんだから、あの書かなくちゃと思って、ここにねちょっと大きめの顔が一つ入ったんですよ。あ、それで、あ、終わったと思って一旦家に帰って、それ体なのかなと思って、ちょっとこういうふうにね、おかしいなと思って顔になったんですよ。そうだった、ちびまる子ちゃんみたいな、と家に帰ったら、やっぱりあれじゃダメだと思って、次の日もう一回来て、僕はその頃まであの芸大の教員やってたもんですから、研究室が砦にありまして、次の日また砦に行って、で一度消して、ほんであったらケッとこういうふうにあのかけたんで、あ、モデルさんには申し訳ないけど、また顔だけになっちゃったけども書いたぜということで一応モデルさんの顔ではあるんですか、顔とか、一応モデルさんってもっとあのちゃんとしたあの美人な人ですけどね、あのまあでもこの絵の中ではここしかないのかな、この大きさしかないのかなっていうところに、とりあえず据えたかなっていうんで、そういう意味ではだから全部建物もあのなんて街路樹も看板も、そういう意味ではあるところに、とりあえずあった通り、あった通りなんですか、あとはいらないものはもう全部消しちゃったりとかはしてますけどね、かなりね、そぎ落とされてるというか、もう最小限の、何度も消してはね、あれなんで、キャンバスもヨレヨレになっちゃって、最小限の中にその首だけがあるから、なんかもうすごいなと思って、ここに来ちゃったんで、まあ、しょうがないかなと。でもすごいいいなと思う、いい絵だなと、いい絵っていう短絡的すぎますけど、でまああの この絵を描くことでもう一人の画家がいて、その方も同じモデルさんで描こうって言って、それは小林正人さんなんですけどね、で、まあ、僕が大学も辞めるんで、まあ、辞めるにあたって部屋の後片付けとかいろいろしてたんですけど、そのアトリエが、僕が使ってた研究室が狭いんですけど、あの白くこうカチッとした空間だったんで、最後にここで展示、描いた絵を展示してみようかなと思って、でちょうど1年前ですね、ちょうど3月をやったんですか、芸大のそのアトリエで、あ、そうなんですか、で、まあ、ちょっと前に小林さん研究室のマネージャーですから、あのちょっとお尋ねして、それでちょっとやめるんだけど、やめるにあたって1枚描こうと思うんだけど、もしよかったら2人でやってもらえない、これを OK してくれたんで、じゃあモデルさんを共通の人物画を描こうかって言って、それで上と下でそれぞれ、あ、そうだったんですか、で最後、まあ、3時間か4時間ぐらいの展示だったんですよ。ああ、そういうことだったのね、彼はすごい絵を描きましたよね。でも彼もやっぱりそのモデルさんをそのモデルさんを描くっていうことで、
いろいろまた僕とは違うのがあって、でもちゃんと全身を彼は切り通しの風景なんだけど、なんか正式名タイトルがあるんですよ。あ、あるんだ、知らない。何だったかちょっと。塀と土手と、うん、ああそういう名前なんだ、ごめんなさいね、ちょっとそう書いてあるものがそれをそのまま、そのタイトルの付け方に持ってきて、左側は塀だもんね、ええ、うん、道路と女とパーキングっていうふうに、で切り通し の写生っていう、謎が解けましたありがとうございました。だから切り通し の記載流星の あの絵は僕は好きな一枚ですけども、でもそれに対してのこうなんていうんですかね、なんか特別な感情でっていうよりも、むしろその場所たまたま偶然、ああここがあれなのかっていう、それこそなんかポンとなんか物が落ちた時の音をこう拾うみたいな感じのタイミングが うん、あって、書いたのかなと思うんですね、うん、じゃあ合わせてせっかくなんで、なぜ種まく人を、ああ種まく人、そう、実はですね、僕が、まあ、90年代にそのオランダに住んでた時に、まあ、ゴッホ美術館がすぐ近くだし、まあいつも行ってたんですよね。でゴッホ美術館に行くと、あんまり見たことのない絵で、そのゴッホがミレーの、その労働する人の模写みたいのをしてる、ひどい絵がいっぱいあるんですよ。こう人物、ちっちゃいんだけど人物がこうドデンと画面にこう一人ずつ入ってるような、なんか藁をこう積んでたりとか、なんかこうしてたりとか、なんかその労働する、田園で労働する人の、でそれをずっとこういつも見ていて、でもちろんミレーの晩鐘とか種まく人とか、ああいうのを見ていて、なんかこう画面にいっぱいに何かをする人みたいな形っていうのが、なんかこう目に焼き付いていて、それはなんかギリシャの壺のにこう黒い顔料で、なんか戦ってるレスリングする人とか、ああいうのを描かれたりしてる壺とかもあるじゃないですか。あれのああいう人型とか、それからミレーの その労働する人とか、まあ、それを模写したゴッホの労働する人とか、何かをこうする人みたいな、こう何かを持ち上げてるとか、なんかこう戦ってるとか、ああいうなんかこう切り取られた人型みたいなのをね、僕はずっと描いてるんですよね。で、2000年ぐらいからたくさんそういうなんか変な人型、黄色い人型とかピンクの人型とか青い人型とか、それはまあ元々はその労働する人の形から来てるんですけど、まあその一番の元になるのは、まあミレーの、人型なんですね。それをまあ一回やっぱりミレーから来てんだったら、ミレーのそのタイトルをいただいて、こういう何かをする人みたいな絵を描いた方がいいなと思ったのが去年で、去年のそのギャラリー里子絵コンテンポラリーでの個展が、まあほぼ全部ミレーの種まく人から来た絵を並べたんですよ。まあ種まく人とか種まかない人とか種をどうしちゃった人とか、変なタイトルばっかりつけたんですけど、まあ種まく人はもう単なるスタート地点のきっかけであって、もうあとはもうその意味とかはどうでもいいんですよ。とにかくこう何かをしている人みたいな人物画っていうか、人物画のまあその
うん、お決まりの形みたいな、その形をお借りしたかっただけなんですよ、うんうん、でまあそれもこれもその去年の個展の時の種まく人の時に同時に書いていたはずなんですけど、うん、これだけちょっと違っちゃったんですよね。あのナス、うん、紫のナスを描き始めて、あのなんか紫のナスがやたら気に入っちゃってたくさん描いちゃって描きすぎちゃってた時にできた絵なんですけど、そのまあナスこう1個2個3個って描いてたら、こうあこのままあのミレーの種まく人の形にしちゃえみたいになって、うん、でまあナスで全部やるとまあ、 あのつまんないから途中からキュウリに変えて、でなんかあの種まく人ってなんかズタ袋みたいのを持っていて、うん、こう種を入れてる、ズタ袋も何か書かなきゃいけないかなと思って、まあ何かちょっと色的に黄色っぽい色が欲しいかなと思って何か書いたっていうだけで、まあヒットホームランにはなってくれませんでしたね。そうですか、はい、まあそういうふうなこうプロセスでこの絵にたどり着いてるっていうんですよね。もともとずっと30年前からそういうなんか人型みたいなあのものをずっとこう頭の中にこう持っていたという、まあ絵の一つの形っていうことだと思うんですよね。まあ生物画のに出てくるそのポッティーポットとか、あの室内画に出てくるカーテンとか、あの人物画だったら人物画の形とか、そういうこう何かありきたりな、うん、まあ、典型みたいなものを、典型みたいなものをこういつも より寄って描いてるっていうところがあって、うん、それの一つですね、うん、でそれがまあ この絵ではその果物で全部成り立たせちゃったっていうわけで、うん、そういう絵です。もうこのね、ナスの、ね、自由度がとても気持ちがいいなと思って見ていて、いや本当になんかあのすごいこうディテール話みたいになってきますけど、はい、なんか長谷川さんの絵を見ている時にいつもなんかこう引っかかるというか、そこがなんか一つの魅力だと思っているのが、物と物が接続するところの感じが、はいはい、なんかこううまくなんかこうガチって接続してるわけでもなく、何かこう微妙にこう触れ合っていて、はい、それがこうなんか重力をなんか重力とか物のなんかこう重さとかそういうものをなんかこうちょっとこう感じさせない、なんかこう不思議ななんか ね浮遊した状態での変な接続感がすごくこう独特だなと思っていて、なんかそれがこの画面のこう発光してる感じと相まって、なんかこう、ね、すごくこう自由度が高まってる感じがするんですよね、うん、いつの頃、まあ、あのいつの頃からかそうやってこうちょんとこう触れさせて つなげていくみたいなことになっていたんですけどね、うん、それが、まあ、ある時期いつからか、まあ、2000年の前半ぐらいからだと思うんですけど、この20年ぐらいですかね、まあいろんな形でそれを試しているんですけどね、まあ接続しなかったりも、まあ、するんですけどね、このなんかこう微妙なこのキュウリの形の揺れとかなんかこうだからほんのキュウリであってキュウリでもないし、なんかそのそうもうそうなんかちょっと不思議なんか浮遊してるのか、なんかこうどこにもなんか着地してない感じがすごくこうして。なんかこう石を結構積んだような感とかもあると思うんですけど、はい、全くこう石の重さがない、まあ、ないですよね。でもなんかそういうのってなんだろうな、なんかそこがまあいいところというかだと思ってすごく見てるんですけどね。なんかどうしてもなんかこう物のこう実体感は何なのかとかって変な方向に引っ張られたりってことは結構あると思うんですけど、そうじゃない絵の中でしか成立しないようななんかそのもうなんていうかな、物体の感じとか感触とか
っていうのがこうすごく探求されてる感じがして、はい、今ねおっしゃっていただいたその絵の中でしか成立しないようなっていうのを多分それを結構意図してるような気がします、うん、あのまあナスとかキュウリは、まあ、影はつけてるわけなんですけどそれ以外の影っていうことはつけてないんですよね、うん、その接地面とか、うん、その、うん、それもし設置されていてそこに影がついちゃうとなんか生まれちゃうじゃないですか、うん、そこがそれはつけないようにすることでもって何か変な絵でしかない、うん、そのあの平面のあり方みたいなものをなんか考えてはいるんだと思うんですけどはっきりとはわからないんですよね、うん、その犬が行っちゃってくれるわけだでもあのナスのあの頭というか頭ですよねあれも結構すごいなと思って、うん、もうなんでかなったかっていうのはもうちょっとわかんないんですよねもうねえレゲエ親父の頭から来てるのかもしれないしちょっと分かんないんでしょうね、うん、でも分かんないってところが一つ重要なんですけど、ね、王さんの首がそこになぜかそこにいてしまうっていうこともでもやっぱりそこにないとダメなんだと思うし何かやっぱりそれがあるんだと思うんですよねまあまあ、今長谷川さんの話や千葉さんの話の中でこう、まあ、千葉さんがこう彼のこの絵の話をされててその接続の話をされてたけれども本来こうなんか何かを接続するっていうのは何かを通すためにとか つなげるためにとか何かまあ必要があって用途があって。こう接続するんだけどなんか全然こう接続のする必要がないものがじゃあこう接近したりとか、うん、本当にこうピンポイントでちょっとこう触れてみたりっていうことがないかったらおそらく そちらの方が圧倒的に、うん、多いはずなんですよね。つまりそれだけこう物同士っていうのは それぞれのまあ持ってる機能だとか何だとかっていうのがあってつい僕らはそれをこう同じ物同士をこうつなげてみようとかそこにこう何か一つ連鎖することでもって関係性を作ろうっていうふうにもちろんそれでこう僕らのこう普段の暮らしとか日常生活っていうのは随分それで水道にしても何にしてもそういうこうインフラなんていうのはもうそれの最たるものだと思うんだけどまあそれがそのまんまこう絵の中でもし描かれたとしたら何も絵に描く必要なくてちゃんと生活の中でつなげてればいいわけでそれでまあ僕らは何の不自由もないわけでただこう絵になるとこんな平べったい何のこう起伏もないところでっていうのがまず最初前提に僕らのそれがリングなんで。その上ではもうまずそういったこうなんていうんですかねある機能みたいなものとかある関わりみたいなものが前提となっている部分をまずベックっていうなんていうんだろう避けて避けてまずそこから始めようとそうした時にいきなりもういろんなもののこうくっつけてみたりとか話してみたりとか遊べるわけで。それが何か絵を描いてる時の、うん、面白さだし見ることの楽しさでもあるし継ぎ木もありだし、そういうことが、できるというのが絵の、まあ、一番面白いところだろうと思うんですね、まあ、それは非常に率直にダイレクトに、やってるんだと思うんです、うんね、僕の方がもう少しこうなんかもう少しこうちょっと臭い感じがどうしてもあるのは否めないけれどもそこら辺は彼の方がよっぽど吹き切れてるのかなと思いますけどね、うん、まあなんか作ってるこう
絵を描いてるリングは、そこら辺の話は割とできると思うんですね、うん、彼と、うん、もう最近はそんな具体的にしないですけど、まあ 20、30年前はよくしましたからね。そうだね、うんうん、そういう絵のことを、うん、まあ、結構よく話してましたからね、うん、特にドイツ行ってドイツから、ね、入ってきてからしばらくとか、うんうん、2000年前後ぐらいまでは本当によく話してましたよね、うん、そうね。あれドイツ時代ってかなり親しくさ、もちろんすごいかぶってましたけど、 どれぐらい、ね、丸3年まで一緒だった。3年一緒だったんですか、うん、2年ぐらいじゃなかった。いや僕3年半いたん で半年後に、そう年が明けて行って、だから3年間ぐらい、ね、3年間ぐらい、はい、そうですね。まあ僕は学校に行ってて、オージュンさんはアーティストとして滞在してもらえたんですけど、まあオージュンさんの自宅に行くと、まあアトリエがあって、うんうん、そこにまあ僕はまあ3日と空けずに遊びに行ってる感じですよね。あのご飯食べさせてもらったり、風呂入れさせてもらったり、あのアトリエでうだうださせてもらったり。まあ、小さな町の中だよね、うん、狭いところだったから。まあ、うん、3年はまあ3年で僕がオランダに移ってからもう王さんが訪ねてきたりとかもしてたんで、うん、あれオランダに行かれたのはどうしてオランダ選ばれたんですか。いやディベッツとかと関係あって、そのディベッツがオランダでも教えていて、ドイツのアカデミーもデュベッツクラスだったんですけど、オランダでも教えていたその施設っていうか、あのレジデンスみたいなところに、まあ、あのお前もちょっと受けてみろって言って、まあ受けて入れてくれたというか、それでまあお金ももらえたので行った、まあ、脱出を願っていたのでね、脱出、ドイツ脱出を願っていたんですか。それはどうしてですか。あんま合わなくて、お聞きした、ああ、なんかお聞きしたような気もするんだけど。あんまり合わなくて、3年間こうずっと脱出を、くつらさもありつつ、はい、脱出、でもいろんな話、ちょっといろんな話、じゃあちょっといろんな話をね、いろんな話ちょっとだけ、なんかそうだからすごくこう発酵してるし、この下の方のこれにしてもなんか、なんだろう、内側からなんか光が出てるみたいな、うん、なんかこう絵が前に何かのレビューを書いたのか、なんかこう絵が若くなってるっていうか、なんかこうどんどんフレッシュになってる感じがして、なんかそういうことってあんまりこうないんじゃないかなと思うので、うん、うん、確かにね、あの言われる通り、あのこのフレッシュな感じは何だろうと僕も思います。あのとにかく絵の明度が尋常じゃないなという、絵そのものがこうそれこそ発光してるっていうか、あのただこう、まあ、最近というかあんまりその絵を描く人は色のことを話題にしないですよね、あえてしないようにするっていうか、うん、なんかそういう考え方があるみたいで、あ、そう、うん、形の話はしても色は避けるみたいな、なんかそういうのは感じるんですよ。あの、そうですね、うん、あんまり言わないですよね本当に、特に現代絵画とか、あの絵画とかやってる人たちは。だけどあの彼のこの数年のなんか色の変化っていうか色彩のこうあの変わりようっていうのは触れないわけにいかなくて、それはすごく今 の長谷川さんの絵の中で大きな変化でもあるんじゃないかなと思うんですけどね。あのなかなか見る機会ないと思うんですけど、僕一度あのちょっとこう見る機会があったんだけど、あの使ってる筆がものすごく綺麗なんですよ。あの綺麗に掃除してるってんじゃなくて、あの使った色がこうあの染み込んでる筆なんですけど、
まあ、ちょっと他の絵描きさんの筆とは全然違う、あの筆の汚れ方というか、あの綺麗さで、まあ、僕の筆なんてのはもうぐっちゃぐちゃになっちゃうんだけども、大体そういうふうになるんだけども、それもなんか おかしいなと思ったし、なんか独特な使い方っていう、まあそれなりにその彼の筆 あの絵の描き方っていうのはあるんだろうけれども、結構大きな問題ではないのかなと思うよ。もうあのすっごい簡単なんですけど ね、あの緑は緑の筆、赤は赤の筆、紫は紫の筆を使うだけなんですよ、うん、身も蓋もないよね、うん、だってそうすれば混ざんないじゃないですか。だからすごい簡単なんですけど、あの色については、あの確かに言われるように、あの30年前20年前10年前徐々にあの色自体はあのフレッシュになってきているんだと思います。っていうのは、あの書き直しをなるべくしないようにそのしてるんで、それがどんどん手数が減ってきてるんですよ。で1回で決めるようになるべくするっていうか、そうすれば1回で決めるし、しかも一色の筆はその筆の色しか使わなければ、あの色が混ざらないですよね。そうですね。そうすると綺麗にならざる、でもそれが意外とみんなできないからそうなってるんじゃないんですかね、わかんない。いや、もう、だって全然なんか重さがなくなってきますね。もっと絵の具自体のこうめちょっとした重さって絶対あると思うんですけど、うん、本来なんかそういうのがすごいこう極端にないっていうか、あのまあドイツにまずいて、ドイツってのはベチャーベチャーってやるじゃないですか、うん、もうで自分も少なからずそういうのに影響されて、あのベチョーってやってたわけですよ、こうなんかブラシで描いたりとかで、まあ若かったんでそういう影響のされ方もして、で今度オランダに行くと全くこう違うんですよね、うん、その絵の考え方が違うっていうか、もうそのまあモンドリアンなわけですよね、やっぱり。そうするとパキッてしてるじゃないですか、まあ、白は白、あの黒は黒、赤は赤、青は青で、しかもあの水の国なんで絵の具をこう透明に使う人たちもいるわけですよ。ドイツではありえないんですけど、ドイツはもう本当色が汚くて、もうくそみたいな絵の具の使い方しかしないんですよ。全部混ぜくりにしちゃってね、今日本でもそういうぐちゃぐちゃにするやついっぱいいますけど、もうくったらんですよね。オランダに移ると本当に透明に絵の具を使って、すごくこうもう色彩の国なわけですよ。で、ああこんだけ違うんだっていうのを初めて気がついて、でオランダに移ってから僕は絵をあの絵に色を使うようになったんですよ。ドイツにいた時は、まあ、あそこにも一点ありますけど、あの暗い思い茶色くて、暗い、あの、まあ、あの人生が暗かったんで、あの暗い絵になってるんですけど、やっぱオランダに行って、もう本当にパーンとこう目が開いて、街にも色が溢れてるし、絵にも色が溢れてるし、あのドイツのあの薄汚いね、あの灰色の全部にあのグレーが混ざったようなあの汚い赤とか汚い緑とか、ああいうのが全部なくなって、パーッと、もうやっぱりそこからですよね、色っていうものをちゃんと考えるようになったっていうか。それでまあ日本に戻って、どういうものが下地になってるかっていうと、まあフレスコの考え方なんですよね、うん、フレスコはその白いあれを塗って、なんだあれ、漆喰な、漆喰を塗って、それが乾くまでの間に描くわけですよね。で乾いたらもう終わりっていうか、で一色しか塗らないじゃないですか、そこで混色するともうぐちゃぐちゃになっちゃうんで、
あの赤なら赤、青なら青しか塗らなくて、まあ、そのジョットだのアンジェリコだのああいう人たち の, そのフレスコをたくさん見てきたんで、完全にそのフレスコの技法をまあ油絵でやってるようなあのものなんですよね。でと同時にその浮世絵も同じ紙があって、赤は赤、黄色は黄色、青は青って別々にすり分けて、そこにあの混じるところないじゃないですか。青は青しか、そうするとその紙が白で、その紙があの光をこう反射してその色をきれいに見せてくれるっていうか、セロファンのような、色がセロファンのような役割をして、その 下地の白を透かしながらこう発光してくれるっていうか、やっぱりフレスコと浮世絵のあの色の、あの素晴らしさっていうか、まあ、混色しない素晴らしさっていうのが、まあ、ベースになってこういう技法にたどり着いたんだと思うんですよね。そうなんですよ。まあ、前は親方には話したことはあるかもしれないですけど、それでもやっぱりあのまあもうべちゃべちゃの世界には戻りたくないっていう、単純にその色が綺麗、発色がいいっていうことと、それとまあ例えばあの長谷川さんも、まあ、僕もそうだけど、描かれてるものがまあ具体的なものであっても、うん、それがこう読めるようなものをまず引っこ抜いちゃうみたいな、うん、でその2つっていうのはあのそれがこうそれぞれのこう絵をあのの一番大事なところっていうよりも、それが最初のこう前提なんですよね、絵を描く上での。でそこはとりあえず最初にもうあのクリアしとこうっていうのを、まあ、そういうのがあって、で多分そこから先のことがそれぞれに未だにますます描くほどに分かんなくなってくることがあって、まあ、それはこう描いたものがどんどん絵描きをそこにこう置いてくものにしていっちゃうもんですから、わからないんだけど、とりあえずこう絵を描く上で、こことここはもう押さえておこうと、これはあの絵を描く上で一番最初のイロハの絵みたいなものだからっていうのは色のことであるとか、あとまあそのキャンバスの資格っていうこともなんかこうあるような気がするんですけどね、うん、まあそれとその書かれているものが具体的なものであれば、そこにまつわるいろいろなもろもろはとりあえず引っこ抜いておきましょうっていう、でそこからまず始まるっていうことかなと思うんですけどね、うん、あとは絵がどうにかなってくれるのをまあこうああって言いながらああって見守るだけみたいな感じ、近いコロって言ってくれるんですよね。コロって言ってくれる、はい、もうなんか大潤さんもなんか昔の方がもうちょっとこう記号的に分かり、ある種のこう分かりやすさというかがあった、あった気がする。分かりやすさというかなんかまあなんか そのものっていう感じが記号的な意味でね あったのが、なんかよりこう分からなさが増してる感じがしなくもなくて、まあ、この絵にしてもですけど、まあ、もちろん要素は少ないんだけど、うん、でも何かこう全体として何かこう、うん、だからこう目に 見えてくるものに対して、うん、あのダイレクトに率直にこう向き合うと、うん、見えてるっていうことはなぞれるんで、うん、でなぞったっていうことは、まあ、それがまあ書いてるってことなんだけど、ただそのなぞってる時にいろいろなものをこうその中にこう抜いていかないと、やっぱりこう非常に奥行きが出たりとか、いろんな読み込みみたいなものが入ってきちゃうんで、ただこうただ丁寧にこう見るとか、あの丁寧になぞるっていうことは昔よりもあのしつこくなってるかもしれないですね。あのこちらの文章にも書いたんですけど、うん、そのまあ大潤さんの絵が最近解読不明、そうかそうだ、書いてありましたね、解読不明度が増しているって書いてあった、うん、で
解読なんか不明でいいじゃないですかって僕は思うんですよ。でなんで分かろうとしたがるんだろうと思って、で分かろうとしたがったり分かってもらおうとこういっぱい説明しちゃったりする人たちいっぱいいるじゃないですか、ね、で見ろよっていう感じなんですよね。で美術館行くとみんなこれ聞いちゃって、みんなこれ聞いちゃってこの人で絵なんか見てやしないみたいな、いやお前読んだら絵わかんのかよって言うと、わかるやつほとんどいねえじゃねえかって話なんですよね。お前読んでるだけじゃねえかっていうか、それでじゃあこの天使が何を表しているって言われたのふんふんふんって、それでも絵わかったのかっていうと、わかるわけねえじゃねえかっていうつもりなわけですよ僕はね。であんな説明とかこんなやつとか全部なしにしちゃえと思うわけですよ、まあ、そうするとおじさんおばさん来なくなってよっぽど見やすくなるんですけど、絵なんかそんな分かろうとするもんじゃなくて、お前見ろよっていう、まあ、そうですよねそれそうですけどで僕はじゃあ物語がそんなに説明したきゃお前小説でも書いたら絵なんか書かないでっていう話だし、絵描いてんだったらな物語のことなんか横でガタ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 言うんじゃねえよって話ですよね。もうそういうのがね多すぎるんですよ。でなんかもうバカなねコレクターとかみんな分かろうとしてしたがるじゃないですか。おめえらなんか分かるわけねえんだよって話ですよ。もう俺たちは30年前から絵描いてるのに分かんねえんだから、ここ5年10年お前見始めたやつがお前が分かるわけねえじゃねえかって話ですよねそう思いません？まあ思いますけど、こっちの顔も見てくれまあそもそもね分かるってことが何なのかっていう、ね、こともありますしね。もうやめとこうかな。いいですよ、いやこちらねボイスがいっぱいありますよね。で、うん、僕はねボイスがいたところにまあ留学に行って、まあ日本にいる人よりもボイスを見る機会とかボイスに触れる機会は多かったんだけど、ほとんど意味わかんないですもん。で意味わかんないけどもやっぱりボイスのものを見てれば。こっちなりのなんかこう感じ方で感じて、でもボイスをなんかみんな分かろうとしたがるじゃない。最近ボイスやってたけども、うちの美術館ですけど、いやね、分かお前なっていうかさ、時代もさ宗教もさ言語も何にも違うのにさ、すぐ分かるわけねえじゃねえかっていう話だし、なんかネットのなんか記事でさ、わっけえガキがさ、ボイスについて話してたりするんだけど、まあ、的外れ、本当にお笑いですよ。冗談じゃねえっていう話ですよね。わかるわけないじゃんっていうか、あ、ごめんなさい、うん、わかります。あれでもボイスの話してましたっけ。あれかな、パレルモの話じゃない。あ、ボイスとパレルモ ね、うん、ね、パレルモの話とか、はい、まあ、パレルモとかの妙に神話化しようとしてる風、うん、私も言うとちょっとこれはあれかもしれないけどちょっと行き過ぎちゃいましたですけどね、そのすぐに分かろうとかは分かったとかいうことのなんかこう浅はかさみたいなものが最近多すぎて、もうちょっと本当イライラするんですよね。まあこれはこのぐらいにしておきます、うん、すいません。いいえ、じゃあこう目の前にあるこう事物とかその出来事とかがあって、それが何かこうただらぬものだなっていうものがこう感じられるっていうことは、とりあえずそれを目の前にしてる人がちゃんと見てるっていうことだから、で目の前にそういうものがあって、でそれを見てるっていうことでこう交換がちゃんとできているっていうことがやっぱり大事じゃないですか。だからまずそれがやっぱり前提になるんだと思うんですよね。だからその後をいろいろとこう、まあ、言葉であったりいろんなことでもってこうさらにこう深まっていこうってするときはやはりとても大変な作業だとやっぱり思うんですよ。でそれはやっぱり大変な作業だけど必要だろうと思うんですね。だから何度もこう物に対して自分に対してその
問い直しっていうのを繰り返すしていかなくちゃいけないんだけども、まず最初にこう物があって、そのものの前に自分がいて、でなんかこう見るっていう、なんかその交換の行為がまずとにかく大事だなと思います。だからそれはボイスにしてもそうだし、僕も交換が大事だと思います。あ、なんか一生懸命お話ししたのに全部すっとこう一言で持って、いやいや、もうちょっと僕も冷静にならなきゃいけないなっていう、ある意味面倒くさがらずにちゃんと見るっていう、そうですよね、方法はありますよね。ちゃんと見るってやっぱりものすごく面倒だし、体力いるしね、だからこう人の展覧会見て、あっていうようなものに出会うと、出てくるとものすごい疲れますもんね。そうですよね、でもそれでちゃんともういいんじゃないですかね、とりあえずまずちゃんと見たっていう、だ見てどう思うかっていうのはまあ次のことなんで、まずなんか見るっていう、まあ、必ずしも言葉にできるものでもないし、言葉にするとこう陳腐化したり定型化したりとかしていくっていう問題ももう一方であるので、だから僕らはそこに向けてなんかこうひたすらこう書いたり作ったりすることにまあ没頭すると、それにまあ時間をかけるっていうことなのかなと思いますけど、もうすごい当たり前のことしか言えないんだけどね。その通りだと思います。はい、でも今回はもう2人展ということで、はい、あの持って作品自体はあらかじめ決めてたわけじゃなくて、ここに持ってきて、でその場で展示してっていうことなんですけど、かなりこう親和性が高いというか、なんかすごいこうあらかじめこう分かって決めてたんじゃないかっていうぐらい、なんか結構あって思わせるような、あの展示になっているような気がしていて、でこれだけはなんかあの最初から、昔描いた長谷川さんの絵に対して、はい、新しく王女さんが対応させたっていうことなんですけど、そうですね、他はもうそれぞれ、自分の、アトリエでというか部屋で描いていて、まあ、打ち合わせなしでバッと持ってきたんですけど、ただそう言いながら2点だけ、まあ、あらかじめっていうのがあって、それが一つが僕らがドイツで出会った頃にそれぞれこう描いていた作品を1点ずつ持ち寄ろうと、でそれを並べようと、あとこれはもう僕からのリクエストだったんですけど、2008年ですか、2003年に府中市美術館 の、 グループ展で、そこに長谷川さん出してらっしゃったんですけども、その時に彼が描いた展示されたあの小さな作品が、まあ、それがこれなんですけども、それを見て、まあ、他にも彼 の、 面白い作品たくさんあったんですけど、それがもうすごくこう目に焼き付いて、それこそずっとだから20年近くですか、うん、そうですね、そうですね、気になっていて、でまあなんでそんなにこう気になるのかなってわからないんだけど、もう何度も繰り返し思い出すもんですから、である時に2、3年前にたまたま見てた人の新聞の記事の中の写真があって、それがまたなんかちょっと気になったんですね。でそれをこう壁にこうずっと貼っといて、と今度は長谷川さんのその時の絵が思い出されたり、そのいつも見てるあの壁の記事の写真がこう見えてきたり、まあ実際に見えてるものと僕のこう記憶の中の絵っていうのがこう交互にこう見えるようになって、これはなんかそろそろやっぱり描いた方がいいのかなと、でできればなんかこう一緒に並べられないかなっていう時に、この2年ぐらい前にこの展覧会の話をいただいたもんですから、あ、じゃあそこにいいタイミングかもしれないと思って、でただコロナでもってちょっと延期になってたもんですから、結局まあ今回になったんですけど、
じゃあぜひ書いてみようと思って、うん、でできればもしあれば持ってきてもらえないかっていうありますっていうんで、それで並べさせてもらったんですけどね。ああいう飛行機が写った写真があるってことですか。ええ、ああいう感じの、ええ、ああそうなんですね。で記事の文章の方がカットしちゃってるんで写真だけ、ええ、まあ、何かの記事だったんだろうと思うんですけどね、うん、それと20年近く前に見た長谷川さんの絵が交互に、まあ、長谷川さんのその絵にもこうご覧の通りビルが描かれてたってだけあって、それでここに持ってきたらああってバッと思い出したんですけども、まあいろいろとでもそのこの絵、彼の描いた当時描いた絵の話を聞くと、そうだったのっていうことがいろいろあって、それは長谷川さんの口からお話ししてもらった方がいいのかもしれないけども、まあそういうこういろんな時間の中で紆余曲折があって、だけど何かやっぱりこう書く時のこうきっかけみたいなものっていうのはやっぱり必要で、で書き始めたらもうどんどん絵がこういってしまうっていうのがあって、だけど並べてみてね、並べた瞬間にね、あダメだと思ったのやっぱり。なんで？いやああこんなに書いちゃダメなんだよなってやっぱ思ってね。それは、うん、こんなに書いちゃダメだっていうその感想になったっていうのは、僕の絵は実は全然未完なんです。途中だったんですね、この絵っていうのは。で僕からしたら当時これ 30% ぐらいしか描いてないんです。でなんでこれが展示されちゃったのかっていうと、これを描いていて左の緑色のところからビュッて縦に線が入っちゃってるじゃないですか。あれこうやって描いてたら釘がカスってなってこうビュッて落ちちゃったんですよね。そしたら筆がそのまんまになって絵がこう落ちたからビュッてこう線がついちゃって、って言って横にポッとほっといたんですよ。また描き直しかと思って、あれがなくなっちゃったらアウトなんで、でしたらこのその展覧会の週刊が来ちゃったんですよ、うん、で週刊の時に何かの間違いで積んじゃったんですよ。誰が間違えたのか分かんないんですけど、ね、で積んじゃって美術館行ったらあの絵が入ってたんですよ、うん、まあまあ、まあいいか展示しちゃおうかなと思って、うん、その展示しちゃう俺がまたバカなんですけど、まあいいか何でもみたいなで展示しちゃった絵で、僕にとっては 30% しか描けてない絵なんです。だそういう出来損ないの絵にね、20年近くも僕が振り回されてたわけで本当にだーって焦がれるようにこう思って、じゃあ今描くのは今しかないって言って、でもう暮れ正月なく久しぶりに僕は必死になって描いたんですよ。だけど必死になって書こうというところにやっぱりこうまだ僕の未熟なところがあって、こう並べてみた時にやっぱり一目瞭然で、あもう一回だなと思って、もう一回書き直した方がいいかなってやっぱり今思っててね。だから終わってないから良かったんだと思います。これを終わらせるまで書いてたらそうはならなかったかもしれない、うん、こう全部なでつけてまとめ上げて、それは結局王女さんが今書きすぎちゃったって言ったのと同じようなことだと思います。今回この展覧会は美術館の方からいただいた話ですけども、岸君もまあ2人展っていうことで、で僕は結構なんだかんだで2人展っていうのが結構多いんですね、うん、小林さんとの2人展もそうだし、今回長谷川さんとここに 2枚並べてる全体もそうですけども、でなんかこう自分ではない隣の人というか誰かとかっていうものとこう一緒に並べるっていうことのなんかこう怖さもあるんだけど、すごくこうものすごく刺激されるし、なんかいろんなこう欲求度が自分の中でこう上がってくるっていうのもあって、古典とは違うなんかこうモチベーションがやっぱりあるんですよね、うん、10人以上の方とそういうのされてますよね。
これからもまだありますしね。そうですね。あの僕はねまず やったことがないので本当にああそういうことなんだなっていうのをその2人で展覧会をするっていうのは僕は今回初めてなんで。ああそっか。あのそうなんだ、ね。古典でもないしいっぱい、まあ、いっぱいいるのはもう、まあ、ちょっとねあれなんですけど古典じゃなくてあこう怠慢するんだっていうのはああそういうことなんだなっていうのは初めて感じました。あ、うん、面白いもんですね。ねえ、ね、でも僕はあのね嫌われてるんで やる相手がいないんですよね。そんなことはないですよ両側からフォローして長谷川さんとやりたい人はたくさんいると思いますよ。ありがとうございます、うん、でも本当にあの入ってきて結構パンってこう正面に2つの作品があった時にはなんてこう気持ちがいいんだろうって結構素直にそういう印象を受けて、うん、なんかやっぱりこの見ないとわからないというのは本当にその通りで特になんかこの空間の中でこういうふうにあの2人の作品が並んでいるっていう状態を見るのがすごくいい体験なんじゃないかなっていうことをあの改めて思ったので、ね、ぜひ皆さん来ていただけるといいですね、はい、あら、なんか言った方がいいですかなんか言った方がいいですかね、はい、あの初めてこの年になって初めて王さんと2人でこう展示をして良い機会を持たせていただいたので ぜひともあの実物をこうやって見ていただきたいなと思います。ありがとうございます。まあ、あの今あの2人が言ってくれたことをそのまま繰り返しても能がないんで、まあ、あのね、あの自分のそれぞれ の目で見ていただけたらだなと思います。まあ、いろいろ話してますけども、まあ、絵が何よりもなんか、うん、見えてくれることを願っております。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。